サビだけ歌ってくださいね。はい、マイウェイという曲で、ウルルン滞在記って知ってる人いますか？もうだいぶ昔なんですけど、知ってますか？ウルルン滞在記のエンディングテーマに、使われてた曲で、僕は、もう20年ぐらい前になっちゃうんですけども、メジャーデビューしてまして、平原綾香さんってエビデーの人がエビで売れた時に一緒に事務所にいて、あの同期みたいな感じなんですけど、はい、その時にホットドッグというね、男女ユニットで、メジャーデビューして活動してました。はい、知らないでしょう。今残念ながらね、あのね、買えないの。あ、そうなんですか。買えないんですけど、はい、歌いたいと思いますよ。はい、まあ、これも一人じゃないさっていう曲で、いろんな逸話がある曲なんですけども、例えばうつ病の人が治ったとか、それでそのお店も行ったりとかもしたんですけど、で沖縄でなぜかヒットして、その感謝の気持ちを込めてマイウェイの沖縄バージョンというのを作ったんですね。はい、三振が入ってます。はい、はい、なので陽気に仕上がってるんですけども、はい、まあそんな、なんだろうな、まあ、人が元気になってもらえたらいいなとか、そういう思いが込められた曲なので、皆さんと一緒にね、歌っていけたらいいなと。なななななってサビなんで、ね、あれ、じゃあみんなにやってねっつってね、ぜひよろしくお願いします。選挙みたいになってる。では行きたいと思います。はい、マイウェイ。沖縄の花火です。3、2、1、0。わかりました。わかりました。ここにいることを悟られぬように、ただ空気のようにだんだんと歩く。心を閉ざした瞬間かな、歩き方を忘れたのかもしれない。辛いことから逃げていたから、あ、それじゃ嬉しいことも楽しいこともない。なななななな、何も怖くない。なななななな、一人じゃないし。なななななな、何を言われても。なななななな、これが私。常に黄金の鎧かぶり、無理して一人前のそぶり、急に湧き出る深い悲しみ、そんな時に読む昔の手紙、今を自分が生きてる意味、そんなこと考えても無意味。そんな時一人で海でも出かけて、水星なんか見ながら腰掛けて、海は広いな大きいな、で都市に戻って歌ってみなって、そしたら忘れかけていた何かをこぼれ落ちる涙と共に出すことができるんだ。で昔の価値なり、なな、な何も怖くない。なな、何を言われても、なななななな、
がおかしい。何が嫌かって私が私も全然何も分かってないこと、なんでだろう他人のことはよく分かる気がするのに、前を向いて背筋を伸ばして勇気持って手を振って止まっていたこの道から今立ち上がって先に進もうよ。ララ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 ラ何も怖くない。なななななあ、かわいいね。いいじゃなし。なななななな、何を言われても、なななななな、これが私。なななななな、なな何も怖くない。なななななな、な一人じゃない。ななな、何を言われても、なななななな、なな、これが